福岡市博多区のマリンメッセ福岡で今日から始まったものづくりフェア。国内だけでなく海外のメーカーも含めた255の企業や団体が出展しています。こちらは DX デジタル変革をテーマにしたコーナーで、ロボットや事務作業を自動化するシステムなどを紹介しています。画面に表示されている赤い丸が私が見ている場所です。この専用グラスを使って熟練者による目の動きを映像として記録することができるんです。スウェーデンの企業が開発したこの製品は、専用のグラスやゴーグルで眼球の動きを検知し目線を記録します。熟練の作業者が製品の検査などでどこを見ているか記録することで、教育期間の短縮や見落としを減らすことにつながるということです。一方、こちらのロボットは傷がある不良品や規格外の製品などをセンサーで検知し、自動で選別してくれます。人それぞれによって、その検査が OK か NG かという見方が変わってくる場合もありますし、健康の状態で今日はこの人は見えてたものが明日は見えなくなったりとかすることもあるので、安定化してないんですね。このロボットはそのカメラと AI とあとロボットアームが一体になっていることで、取って検査にするところに持ってくる、で検査をする、で検査の結果 OK と NG に仕分ける、これを全部1台のロボットで、これ標準の装備で全部できるんですね。小型のロボットの需要も増えています。製品を器用につかみ箱に並べていきます。 A4 サイズほどの狭い場所でも設置可能で、家庭用のコンセントに接続できる小型のアームです。熟練の職人のような動きができる上、価格も30万円台からと手頃なのが魅力です。またこちらはプログラミングによって古い設備を動かすことができるロボットです。低コストで人手不足の解消にもつなげられるとして、物流や自動車業界などからの注文が増えているといいます。自動化するためにこの機械まで変えるとなると、もう何千万とかっていう形になってしまいますので、ここの部分だけを自動化するっていう形でやっていただけると、非常にこのコスト的にもですね、メリットがあるというふうに考えています。自動化や省力化など生産性の向上を後押しする製品を紹介しているこの展示会は、あさってまで開かれています。